はい、どうもどうも、こじまです。今日はこちら、すみこ暮らし、ここが落ち着くんです。やっていきましょう。はい、やってきたね。何、ほこりちゃんが溜まっとるって？これ毎回掃除してるんだけど、これゲーム開くたびにさ、ここ掃除してるしさ、なんか落書き書いてあるしさ、なんかすごいし、タピオカって書いてあるし、なんでそんな落書きとかしそう。タピオカって何ですか？犯人タピオカ？ダイニングメッセージですか？そう、雑巾もね、買ったんだよ。こうやってからね。あー、白クマ消えた。でも消さんといかんのよね。で、前回がトカゲ仲間になったんかな？かわいい、トカちゃん。で、今回何す、お、イベントだ。お、お絵描きしおる。モグラとのイベントですね、白クマさん。うん。こちら。何してんだ二人。チラ。あ、似顔絵描いてんのかな、もしかして。さあ、スカスカッカリ。あ、何してんだ。あー、なるほどね。ダメよ、壁ひっかいちゃう。さっき私掃除したのに。猫ちゃん見えとる。次はないからダメじゃね。音聞けないよ。うお、すげえ、ペンギン動くね。あ、モグラがペチョーンってなってる。で、次は、あー、これならできるね。うん。あー、寝るだけ。ソース取り出したせんかな、急に。うん、うん、うん、これならいけるという。あー、仲良しさんになったかな。うん、うん、寝るだけ、本当に終わった。まねっこ。いや、可愛かったね。最後寝るだけか。で、またね、動画外で小物を集めておきました。これだね、この辺。あ、小物じゃねえわ、でかいわ。冷蔵庫、こうでってーん、でっか。冷蔵庫でなかったか。でっかいなー、すげえでかいじゃん。で、次はみかん箱ですね。みかん箱置いていこう。これなんか猫ちゃんがイベント起こしそうだな。どうだろう。じゃらん、でっけえ。あ、そっか、私お部屋一つ増えたんだったね。こっちだ、こっち。ほら、冷蔵庫ある。誰、開けっぱなし、負けっぱなしとんね、ほんと。やめてよ。で、みかん箱は特になんもないね。あ、ドアついてる。ちゃんと作ってあるんだね。はい、じゃあ次。で、この金魚鉢と小物のタンスとかで終わりか。お、なんかいっぱい増えとる。こんなあったっけ。さあ、どんな感じ、金魚鉢。これさ、金魚ね、顔手したもんね。猫ちゃんとトカちゃんがいるからさ、絶対食べるよね。食べちゃダメよ、お仲間になるんだから、今から。じゃあ次はこのタンスを置きましょう。小さなタンスか。おん、ひょい、ちっちゃ。ちっちゃ。さっきの冷蔵庫と比べてかなり小さいね。あー、冷蔵庫がでかいんか。この隅っこたちが小さいのかわからなくなってくるわ。さらに続きます。プレゼントタイム、あと 1,2,3 つもある。ほらよ。お、こたつ隅っこに配置ですね。いいんじゃないのかい。わーい、わーい。真ん中に置いた方がなんかいっぱい座れるけどね。次はこのハンモックですね。置いていきましょう。ん？あ、そういう感じか。一人乗りね。もっとでかいやつかと思った。こんな感じなんだ。ん？お、イベント来た。その前にちょっと荷物置きたいね。花瓶。花瓶はなんか雑草ちゃんとかのイベント置きんかな。ヒュイーンスト。あら、綺麗。いいね。やっぱ部屋の中に花あるとだいぶ変わるよね、雰囲気。私もね、花買おうかと思ってるんよね。おや？え？お？今ので全てのインテリアが部屋に揃いましたね。おかげで部屋が賑やかになりました。すみっこたちも嬉しそうです。これからもすみっこたちをいじってあげたり、写真を撮ってすみっこ写真館で落書きしてみたり、研究日記の内容を全部発見してみたりと、まだまだすみっこたちとの暮らしを楽しんでくださいね。え？エンディングとか流れんよね。イベントまだ見てないよ、こう。うわ、流れちゃった。ここでっか。あ、さっきイベント見ればよかった。といったところで、すみこ暮らし、ここが落ち着くんです。エンディングになりました。原作、あ、下の方がいいね。下を紹介しようか。うん、ありがとうございました。このゲームよかったな。
うん、監修、うん、いつものメンバーかな。いやー、このゲーム結構楽しかった。まあ問題点といえば 3DS なだけだな。スイッチで出てほしいな、また。同じでいいからさ。スイッチで出てほしいな。また隅っこのゲームがね、 3DS はいっぱいありますので、今後もそれやっていこうかな。 3DS の弱点はね、こんな感じで直接カメラでね撮らないといけないっていうのがねあるので、汚いんですよね画質。綺麗な画面で見たいと言われる方はね、ぜひぜひ購入されてみてもいいのではないでしょうか。こちらだいたい2000円ぐらいかな、ソフト。 3DS だとね、スイッチより安いんよね、ソフトの値段。他のシリーズもだいたい3000円ぐらいで売ったのかな。めっちゃ今タピオカほこりちゃんをしたでしょ、時計みたいな感じで。ダメよ、そんなことせんでよ。と、次のゲーム何しようかな、売ってあるやつしようかな。確かね、村を作るんですと、お店をやるんですかなんかだったかな。その2つとだけだと思うので、その2つのソフトを見つけることができたらそれをやったりとかね。また別の 3DS のゲームありますので、可愛い感じのやつか、それも見つけてやるってのもありですね。そういった場合もこういう感じでね、直接カメラで撮ろうと思っておりますので。画質は悪いけどさ、いい画質のやつを見たいっていう場合はね、ご自身で買ってプレイしてくださいっていうことでね、しときましょう。協力会社ありがとうございました。あー、可愛かった。なんかね、今までね、隅っこのゲームいろいろやってきたんですよね。私はスイッチから始めてるので、スイッチのゲーム全部やったんだけど、イベントっていう観点で見るとこのゲームが一番可愛かったかもしれんね。特になんかとんかつ優遇されてなかった？とんかつが可愛い場面多かった気がする。猫ちゃんも良かったけど、とんかつだな。このゲームの MVP はとんかつだと思われます。すっげえ可愛かった、食われる直前とか良かったよね。と、あとは 3DS のゲームの実況もできるようになったので、まあこの形式でなっちゃうんだけど、おすすめのゲームとかあったらコメント欄に書いとってもらおうかな。 3DS のゲームね、なかなかね、まあ、中古屋さんでしか買えないんですよね、今の私だと。なのでそこで偶然あったらやるみたいな感じになるかと思います。新品はもう売ってないんじゃない？売ったんのかな？売り場見たことないな。中古の売り場しか見たことないので。お、みんな来た。イエーイ、続くって書いてあるね。うおー、すげえかわいい。ありがとう。センキュー。あ、こっち？セーブしてます。ありがとうございます。ん？誰が来た？このタイミングで？終わったタイミングで誰が来る？雑草ちゃん来てなかったんかーい。あ、じゃあさっきのお花のやつで来たんかな。まだイベント見てないんだよね、全部。なんでこんなところに可愛いイベントがあったんだい。可愛い。そう、とんかつとしっぽちゃんコンビがね、強いからさ、可愛いんよ。これが優遇されてるって言ってたわけですね。邪魔せんどこ、邪魔せんどこっていうわけじゃなくて、邪魔しに行くんか。タピオカだし乗ったし。すげえ邪魔するやん。遊んでるし。起こそうとしてるんじゃない、これ。これはエビフライのしっぽちゃん怒るんじゃないの？ベタンかい。仲良しだね。すごいね。その姿勢で寝ちゃうか。かわいい。遊びが思い出劇に追加されたってことで、これで全制覇になるんかな？確認してみよっか。はい、思い出劇場来ました。あれ？猫ちゃんのイベントがあるね。これなんか雑草ちゃん関係じゃないかな。はい、今ですね、お出かけに行ってあるアイテムを取ってきました。そう、このジョウロです。手に入れてきましたよ。さあ、雑草ちゃんのイベント見ていこう。お、こんな感じになる。あ、まさかこれは猫草と間違えて食べられるパターンではないか。あ、ジョウロ持ってきた。タピオカいる？いるか。いいのそれ。足場になっとるけど重くない？ん？咲きそう。もうちょっと。あー、お花咲かせたいのか。もうちょっとで咲くの？すごいね。頑張れ。応援しとくよ。
花が咲くかも。いや、可愛いイベントやん。やっぱこのゲームのイベント全部可愛いよな。いいな。よかった、このゲームやって。というわけで、すべてコンプリートしました。これでもう、心残りはありません。というわけで、完全クリアとなりました。といったところで、今作、すみこ暮らし、ここが落ち着くんです。今回で最終回になります。ご視聴ありがとうございました。いや、よかったね、このゲーム。よかった。というわけでまたね、次回作もよろしくお願いします。他にもすみこ暮らし関係の動画いっぱいいっぱい上げておりますので、ぜひぜひ見に行ってみてください。とっても可愛いです。それではバイバイ。